TOKYO DAYS AT 写真家ヒロミックスさんがついに歌手デビュー。そして今月8日にはアルバムをリリースしました。ヒロミックスさんと音楽の関係とは何か、今夜はロングインタビュー。やっぱ何かものが存在するには絶対それに感動がついてないと私はもう存在理由がダメだと思うのね。だから私は絶対写真で感動させたいし、歌を歌ってる時も絶対感動させたいし。木曜日はアットインサイド、写真家ヒロミックス。おしゃべりするようにカメラのシャッターをかわして日常から引き出したのは存在感のある写真。彼女の見つめているものがセンサーに触れます。95年18歳のヒロミックスは若手写真家の登竜門写真新世紀で荒木に絶賛され、ラッキーなスタートを切ります。やっぱね、タレント視されるのは最初すごい嫌だったんですよ、出た時はね。だから一生懸命なんか自分の足で立ってすごい戦って、プロのカメラマンとしてキャリアを積み、写真集を出し写真展も成功させる一方、 CM にモデルとして出演したり、ウーアのビデオクリップの演出も手掛けるなど活躍の場も広がりました。そして今度は音楽活動を開始。今なぜ、ね、それは写真は撮りたくない時期で、その時にちょうどあの歌のお仕事をいただいて、なんかねすごい落ち込んでたっていうか、カメラマンとしては全然いい状況にいると思うんですけど、 100% お互いを信じてものが進んで一つ感動的なものが生まれるっていうのが、なんかそういう図式がなってないなと思ってて、やっぱでもね、音楽の歴史の方が長いから、どうしても写真界で特にファッションとかなると全然、ね、始まったばっかりだから、やっぱそういう基盤固まってないから、そういう傷つくのは当たり前なのね。精神年齢がね、そう50歳ぐらいになっちゃってなんかあのもう親父ですよ、親父になっちゃって、あの歌のお仕事をいただいた時にもう一気にすごいね、無邪気でいれない自分が嫌で、一気に5歳に戻したんですよ、精神年齢を。でも無邪気に作って、そしてヒロミックスはレコーディングライフを始めました。パートナーは堀江博久さん、梶秀樹さんのユニットドッツ&ボーダーズ。98年の夏、ほぼ1ヶ月スタジオに通って9曲を作り上げました。それがアルバムヒロミックス99。出る時の名義っていうのはやっぱヒロミックスで出るわけだから、やっぱ私のやりたいこともやりたいなと思って、プロデューサー、2人はプロデューサーなんだけど、私も別に素材になりきるわけではなくて、自分のやりたいこともちゃんと伝えるっていうか、でも結果すっごいいいアルバムができたから、すっごいなんかすごかったです。とにかく毎日がキラキラしてね、なんか。やっぱ音楽を今回やったことによって、冷静に写真界のこととか自分のもっとやりたいことがはっきりしてきたから、音楽に助けられました。そうですね、でも写真展をもしかしたらそろそろね、ちょっといろいろ都市を回ろうかなと思ってて、日本と あと外国もいくつか、あとはまあでも教育番組とか私すごいなんか作りたいなっていうか、まあ作りたい家庭ね。だからやっぱ小さい頃の教育によって人って全然変わるから、なんか今はなんか子供が子供を産んでる感じがして、常識とかももっとね説教くさいな。変化はちょっとしっとりしてきたかな。でもね、やっぱね、爆発した感じ の楽しさっていうのはすごいやっぱ大切だから、もっとはちゃめちゃ感はまた出したいなと思うんですけど、もうね4冊ぐらい今作りたいのがもうあって、だからこれからちょっと大変なんですちょっとねワクワクしてます。
可愛い音だったね、うん、すごくおしゃれ、うん、切ないのもありつつ、うん、こういうノリのもあってさ、ね、すごい ね写真を撮ってる人なのに、うん、歌も歌えてすごいおしゃれだ ね、うん、20世紀の良質な音楽をあなたの耳の奥に留めておきましょう。 Into the 20th Music Heritage。